ダイバーシティって、まあ結局、いいんじゃないって言ってあげること。日本でダイバーシティって言うと、マジョリティとマイノリティを無理やりこう区別をつけて、マジョリティの人たちがこうマイノリティを救ってやるみたいな、ポジティブなイメージに私は見えないんですね。どうも皆さん、BBT 大学チャンネルへようこそ。この番組では、誰でもいつからでもビジネスの世界で輝けるをテーマに、毎回ゲストの方をお呼びして、ビジネスに役立つお話をお届けしていきます。今回はフードダイバーシティ株式会社共同創業者横山真也さんにお話を聞いていきたいと思います。横山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。横山さん、今回ダイバーシティというテーマなんですけれども、はい、どうしてこのお話をしていただけるんでしょうか。はい、私自身がフードダイバーシティ株式会社という会社を共同創業していまして、食べ物にルールを持った方たちにインバウンドの情報をお伝えしている会社なんですね。ハラールだったりベジタリアンだったりビーガン、そういったその食のダイバーシティ、フードダイバーシティという言い方をしてるんですけども、ね、そういった内容をお伝えできればと思ってます。横山さん、横さんって呼んでいいとお伺いしております。はい、Yes, please. はい、横さんにいろいろと伺っていきたいと思います。今回のテーマはダイバーシティということで、この動画では以下の3つのポイントについて伺っていきます。まず1つ目、そもそもダイバーシティとは。2つ目、間違いだらけの日本のダイバーシティ。そして3つ目、ダイバーシティなんて簡単だという気になるテーマが並んでおりますが、早速参りましょう。1つ目、そもそもダイバーシティとはということなんですが、ダイバーシティという言葉はたくさん耳にしますけれども、はい、改めてどういうことなんでしょうか。うん、ダイバーシティって要はいろんな人がいるよね、いろんな考え方があるよねっていう意味だと思うんですよね。はい、ここ何年かぐらいでこうダイバーシティという言葉が我々のその身の回りにも増えてきたと思うんですけれども、私がちょうどシンガポールに2回目の在住になった15、6年前からですね、アジアでもこうダイバーシティ、ダイバース、ダイバーシファイっていう、いろんなその多様性、いろんな広がりっていう言葉がですね、こう広がってきてた頃だったんですね。で、当時まだ日本ではそうでもなかったんですけれども、よくよく周りのことを聞いてみると、シンガポールって多民族国家なんですよね。ですので、そのいろんな宗教、考え方、言葉あるじゃないですか。はい、でも共存してるんですよね。共存していがみ合ってないっていう様が、私はダイバーシティっていうふうに思ってます。お互いを認め合う、それが私が思うダイバーシティですね。うん、この世の中にいる人、仕事で関わる人、プライベートで関わる人、全員を認め合う、どんな人でも。そうですね。これがどうして日本ではこのダイバーシティが大事だとか意識しましょうっていうことが言われているんですか。やっぱりこの同質といいますか、日本人のそのあんまりこう差がない、一億総中流っていうのが昔言葉としてありましたけれども、こう尖った人、はみ出ている人、まあ、少ないと思うんですよね、海外に比べてですね。まあ、もちろん全員が全員っていうわけではないんでしょうけれども、時代がこうどんどん早く動くようになって、特にその海外が、まあ、インターネットテクノロジーの影響もあるんでしょうけれども、グローバライゼーションとですね。はい、まあ、そういったところでそのいろんな出自、民族、言葉、考え方、ポリシーメーカー、いろんなこう主張を持ってる人がですね、自分たちの考えをこう主張できるようになってきた。で、そこに同調する人がいろんなところでこうどんどん増えていってる。ということは、誰かの意見だけを聞いてて、なんか私もそっちっていうよりも、この人のことも言って合ってるけども、僕もこう思うんだよねと、あ、そうだねと。でいろんなこう意見を言う人がたくさん出てきて、お互いじゃあうまくいくためにはどうしたらいいのか、あるいはこういった市場があるのであればどうやったらそこにリーチできるのか、この人たちのこと分からなきゃいけないよね、リスペクトしなきゃいけないよね、そういうニーズがこうどんどん世界で増えてきてるんでしょうね。なるほど。そして2つ目のテーマに入りますが、そんな日本においてのダイバーシティ、はい、間違いだらけというふうにおっしゃっていると思うんですが、はい、どうして間違いなんですか。日本でダイバーシティっていうと、なんで女性活躍になるんですかね。結構フォーカスされますよね。そうですね、はい、それももちろんその一つだとは思うんですけれども、まあ、あまりにもそちらにこう寄りすぎてる、あるいはそのダイバーシティって、まあ、じゃあ次はどこかっていうと外国人材の採用だとか育成だとかって言うじゃないですか。はい、ダイバーシティっていう、せっかくエキサイティングな、いろんな人がいろんな考え持ってて、それぞれお互い認め合うって楽しいよねっていうような、ポジティブなイメージに私は見えないんですね。うん、ここだけにフォーカスしすぎみたいな、うん、しかもそれがなんかマジョリティとマイノリティを無理やりこう区別をつけて、マジョリティの人たちがこうマイノリティを救ってやるみたいな、
いうふうにも私には見えるんですね。でもそうじゃなくて、やっぱダイバーシティってお互いがお互い認めてフェアであり続ける、フェアな関係をその構築しているというか、そっちの方がやっぱり大事だと思うので、ちょっと日本でいうところのダイバーシティっていうのが捉え違えられてるのか、あるいは自分たちよりにそういう解釈をしてるのか恋っていうふうに思っちゃうんですね、うんうん、とにかくいる人たちを認め合う、はい、それだけでいいっていうことなんですかね、はい、簡単に言うとそういうことです。なんかこう構えてしまうと言いますか、うん、出自も違って、例えば国籍も違ってっていう方がいると、はい、話しかけるのにもちょっと気を使ったりっていうのが日本人、うん、はいはいはい、そういうところはもっとフランクに、はい、気にしない、気にしなくていいんですか。気にしない、もちろんその無視しろっていうことと、はい、気にしないっていうことは僕別だと思うんですよね。気にしないというのはそれも優しさなんですよね。何かこうどんどんおせっかいでやってあげるのが日本人って美徳じゃないですか、はい、お客様にはとか、あるいは旅人にはだとか、うん、まあ、みんなそういうふうに言いますよね。でも実際できてますよ、持ってないかもしれないですね。ですよね、表面的かもです。ですので、そのそこまでこう無理してですね、何かこう尽くさなきゃいけないっていう感覚は私はもうそれ捨てていいと思うんですね。お客様はあるいはその旅人もそうなんですけども、自分たちがやりたいようにやるんですよ、日本のルールに従ってですね。でそれを温かく見守ってあげる、道に迷ってたら無視しろじゃなくて、道に迷うのも楽しんでらっしゃる方もいるわけですよ。はい、でこうキョロキョロしながらこうやって、で私の場合であればキョロキョロしてる人をしばらくこう見つめてるんですねでも今時だったらもう Google で自分でアプリがあるので歩いて行っちゃいますけれども、本当に困ってそうだったら声かけますね、うんうんうん、でそれがおそらくその無視すると気にしないというところの、まあ、違いだと思うんですけども、はい、で話しかけると話しかけたでお互い下手な英語ながらも通じるところもありますし、そういうのをこう経験していただくと日本の良さも分かってもらえるのかななんて、それが私のダイバーシティの楽しみ方の一つですね。そうですね。では最後、はい、3つ目はダイバーシティなんて簡単だ、はい、ということなんですけれども、はい、今おっしゃっていたように、うん、とてもシンプルですね。はい、そうですね、うん、はい、まあ、ダイバーシティってまあ結局あいいんじゃないって言ってあげること、考えてあげることだと思います、はい、あそれいいよねと、でも僕はこう思うんだけど、そこまでこう言ってあげると相手の方もあそれってでもこういうふうに思うんだよねとか、うん、あでも言われたらそうかなと、うん、だからその BBT 大学の中のディスカッションもそういう形で成り立っていると思うんですよね、うん、みんながそうだそうだとかですね言ったらつまんないわけです、うんうん、そんなの嘘ですし、いやそれは合ってるかもしれないけどもこういう考え方できるよねっていう、いやそうだよねと、でもファクトはどこにあるのとか、それってそれだけだっけだとか、こういうふうにも考えられるねっていうとどんどん広がっていくじゃないですか、はい、それが私はそのエアキャンパスの中のダイバーシティにつながっていると思います。本当に言葉だけどんどん走っていってしまって余計難しく考えていたんだなというのを感じます。かたや自分とは思っていなかったような反応を相手にされてしまった時、うんうんうん、受け入れにくいというか傷ついたりとかありますあります思うんですよね。あります、あります。お子さんはどうしますか。まずはイエスって言うんですね。イエス、そうだね、でもよくわかんないんだよねって聞きますね、うんうん、そこで頭に来てストリートファイトしちゃうとそれはその EQ を鍛えなきゃいけないところだと思うので、まあ、我々は学び屋にいるわけですから、そこはお互いその自分はこう思うんだけど、うん、なんでそういう風になるの教えてよっていう好奇心であり、まあ、優しさであり、そういうことでこう集合値っていうのを高めていくっていうのがまあ本学の学び醍醐味かなと思いますね。はい、まずイエスというということ、そうですね、イエスバット、それからイエスバイザウェイ、そうなんだけどところでさっていう、うん、そういうことでしょうね、うん、ちゃんと理解し合っていくっていうのが本当に大事なんですね。 そうですね、それではここまでのポイントをおさらいしていきます。まず1つ目、ダイバーシティとは認め合い、2つ目、日本のダイバーシティはごく一部すぎる、そして3つ目、ダイバーシティの一歩目はイエス。ここで最後になんですけれども、はい、これまでこのダイバーシティについてお話を伺ってきて、うん、理解するためにも私たちは行動して変えていくために学んでいく姿勢がすごく大事だと思うんですが、ヨコ、はい、さんが思う学びとは一体何でしょうか。はい、学びっていうのは生きていくためのサプリメントかなと。生きていくためにはパッションというか情熱というか、まあ、そういうのがこうエンジンとしてあるのであれば、そこに付加的にこうどんどん達していくような新しい知識、新しい刺激、新しい出会いとかですね、はい、そういうのがあるとこうエンジンがもっとこうゴーッとこう動いてドライブしていけますよね、はい、だから私はそのこの学びというのは好奇心から始まって自分のエンジンをアクティブに動かすために必要なもの、はい、まあ、サプリメントというかガソリンというか、うん、まあ、そういうものだと思います。良くするための養分、そうですね、エネルギーですね。
ありがとうございます。ということで横山さんありがとうございました。 Yes! ありがとうございます。このチャンネルでは視聴者の方がビジネスの世界で輝けるきっかけとなるような動画を配信していきます。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。